こんにちは。今回はこちら、ダイソーで購入しているフラッフィーのブラウン。こちらを使ってスヌード編んでいこうと思います。こちらがアクリル 100%、50g、155m 入っています。かぎ針が、7号になっていますね。こういうのを使っていきます。中心部分から糸を取り出していきます。はい。こんな感じで今回は、それぞれ2玉、中心部分から1本ずつ出して、2本1本のようにして編んでいこうと思います。で、こういう風に持って、で、今回ジャンボかぎ針、8ミリで編んでいこうと思います。これで、こういう風に、糸をかけてぐっと締めて、ここから鎖編みを1、2、3っていう感じで、好みの長さ、鎖編みを編んでいきます。はい。こんな感じで、今回は鎖編みを120ミリで決めていこうと思います。で、これで一番最初のところと、こういう風に持って、輪っかにして、片方だけねじって、こういう風につなげて、つなげてっていうかね、出来上がりはこういう感じで仕上げていこうと思うので、長編みにしました。で、120目の鎖編みをして、今回はねじらないようにして編んでいきます。こういう風に右手で持って、鎖編みをねじらないようにして、最初のところまで持っていきます。こんな感じでねじらないようにして持ってきたら、この状態で、いつもはこの左側をねじったりするんですけど、このままつなげていきます。で、手前半目をこう避けた状態で、なので向こう半目、裏山を拾った状態。ここで糸を持ってきて引き抜きでつなげていきます。はい、で輪っかになりました。で、ここから鎖編みを1、2、3して、これを1目として数えていこうと思います。で、ここの立ち上がり3目のところにマーカーをつけて進めていきます。で、次は糸をかけて同じ目に長編みをします。この糸は巻き込めるようやったら巻き込んで、糸をかけて長編み。で、ここでね、またこういう風に巻き込んで編んでいくと、糸始末がしっかりこう、上下上下になっていいかなと思って私はしていくんですけど。で、糸をかけて1つ飛ばして、で、まあ、同じところを拾っていきますね。向こう半目。ここはねじらないようにして、糸をかけて向こう半目、裏山。一つ飛ばした状態で、ここを取って、で、糸を巻き込めるようだったら巻き込んで、長編み。で、長編みしたら、もう一つ同じところに長編みをしていきます。糸をかけて同じ目に、長編み。まあ、後で糸始末していいですね、この糸。長編みしたら、糸をかけて、また一つ飛ばして次、向こう半目裏山。ねじれないようにして、長編み。長編みしたら、糸をかけて同じ目に長編み。もう一つ入れます。二つずつ入れていきますね。長編み。で、また糸をかけて、一つ飛ばして次のところ。ここに同じところに長編みを2つ編んでいきます。この繰り返しをぐるっと一周編んでいきます。長編み。で、糸をかけて、1つ飛ばして次。ねじらないようにして。まあ、だいぶ巻き込んできたので、ここで置いていきますね。で、糸をかけて、長編みっていう感じで、同じところに長編みを2つずつ。一周同じように編んでいきます。はい。こんな感じでぐるっと一周同じように長編みを2つ同じところに入れて、1つ飛ばしてまた長編み2つ同じところに入れて、繰り返し編んできて、一番最後長編み2つ同じところに入って、で、最後1つ開けた状態でマーカーのところにつけようと思うんですけど、ここでね、つける前に、ねじれてないかもう一回確認します。こういう風にして、で、ねじれてないなーっていうのを確認して、これでつなげます。で、最初の立ち上がり3目。このマーカーついてるところを、まあ、裏山を、こうね、手前に避けた状態で向こうを押したら2本かかってるところ。ここで引き抜いてきて、これで1段目完成です。これでつなげれたんですけど、次は、ちょっとね、あらかじめ糸を出しておいたんですけど、同じ種類の違う色で、これがね、同じ種類のフラッフィーのガーネット。こちらのカラーをまたそれぞれ中心部分から1本ずつ出して、2本束ねておいたんですけど、
まあ、ボーダーで編んでいこうと思うんですね。で、この引き抜きしたんですけど、一番最後のところで色をいつも通り変えていこうかな。まあ、一回ね、こうやって解いて、この一番最後の引き抜きのところで、こうやって糸を、まあ、どちらぐらいでも表でもないんですけど、こうやって当てて、こうやって最後のところに引き抜き。で、この状態で、最初の鎖編み立ち上がり3のとこ、針を入れて、一回だけこう巻き込んで、まあ、この後ね、今まで使ってたベージュも使っていきたいので、巻き込んでいきますね。これで引き抜き。これで引き抜きして、まあ、いつもだったらこの中から移動させていったりとかするんですけど、往復編みで編んでいこうと思うので、立ち上がりを、まあ、そうですね、ここで、この裏のところ、この一番最後は長編みではなくて、この間のところ、長編みと長編みの間、ここに針を入れて、引き抜きで移動させようと思います。移動させて、で、立ち上がりを3編みするときに、このベージュも、ベージュだったかな？ブラウン。ブラウンもこの後つなげていきたいので、使っていきたいので、立ち上がりのところで巻き込んで立ち上がっていきますね。ここで引き抜きでこの目のところから始まって、立ち上がりを1。で、2個目、鎖編みの時にここで巻き込んで、鎖編み2。で、また向こう側にブラウンがあるので手前持ってきて、鎖編み3。これがまた一目として数えていきたいので、ここにマーカーをつけていくんですけど、マーカーつけて、次3個目しないんですけど、こうやって向こう側に置いて巻き込んで編んでいきますね。で、糸をかけて同じ目に長編み一つ。これで進めていこうと思います。で、こうやってね、まあ、バチンとしたマーカーがあれば、こうやってね、止まっていくんで、まあ、どっちでもいいんですけど、まあ、こういうのがあると便利かなと思うんですけど、で、緩みがあればこうやって引っ張って進めていきます。で、あとは糸をかけて前段のこの長編みと長編みの間、ここに糸を、針を入れて、長編みを同じところに2つ。2つして、糸をかけて、また前段の長編みと長編みの間、ここに同じところに長編みを2つ。こんな感じでまた同じようにぐるっと一周していこうと思います。長編みを同じところに2つ。これでぐるっと一周同じように編んでいきます。はい。こんな感じで2段目も同じように最後まで編んできて、で、長編み1つして、一番最後の長編みもう1つするときに、ここの一番最後の引き抜きのところで、ブラウンに変えようと思います。ここのブラウン、ちょっと遠いんですけど、こうやって赤を引っ張って、赤って言っていくんですけど、引っ張って、で、ブラウンで引き抜き。で、まあ、手前から向こうに針を入れて、つなげようと思います。最初の立ち上がり3目。ここのマーカーが入ってたところに、針を入れます。まあ、取りやすいところを取っていきます。向こう半目、裏山。ここを取って、で、糸をこう巻き込んで、赤を巻き込んで、ブラウンで引き抜き。これで2段目完成です。で、また、ここで、引き糸、立ち上がりなしで、この状態でちょっと遠いんですけど、この無意の長編みと長編みの間、ここに針を入れて、引き抜きで移動させます。で、また逆ですよね、さっきと。この赤を巻き込んで、ブラウンで立ち上がり1。で、赤を巻き込んで、ブラウンで立ち上がり2。これで3。で、4個目はしないんですけど、糸をかけて、こうやって長編みを1つ。それで、また長編みが2つ入ったことになっているので、この1つ目のところ、また同じようにマーカーをつけて、これで1段ずつ、ブラウンと赤、交互に入れて、好みのところまで増やしていこうと思います。これで、まあそうですね。まあ最初のところも、また赤で逆に進んでいっても、いいかなと思うんですけど、ちょっと様子を見ながら、またそういうところでお伝えしていけたらなと思います。好みのところまで増やしていきます。はい。こんな感じで好みのところまで編んできました。で、
ベージュで始まってるので、ベージュで終わろうと思って、ここで、この交互に編んできて、ベージュで終わってます。で、最後は長編みを同じところに2つ入れた状態で、で、最初の鎖編み立ち上がり3、ここに入れたいんですけど、最後なので、ここで糸をカットして、で、赤もね、ちょっと巻き込んできてるんですけど、抜けるようだったらここまで抜こうと思うんですけど、同じぐらいの長さでカットします。カットして、ちょっと長めにしましたね。で、スッと抜いて、で、ここもね、ちょっと赤のところに、結局は糸始末するので、これ抜けたらね、抜こうと思うんですよ。抜けましたね。で、ここで赤のところに糸始末していきます。こちらはこちらでしますね。で、どっちが表でも裏でもないんで、まあ、どっちでもいいんですけど、こちら側に糸を足すときにしてきたので、同じ面に糸始末していきます。こうやって針に糸を通して、最初の手前にこの裏山を避けた状態でここで通してますね。で、この出てきたところに戻ります。で、これでつなげれたので、まあ目は残さないようにしてますね。で、これで裏に返し返し糸始末していきます。ここはね、パカッと開くから、ここに針を通したら、こうちょっと引き締まるかなと思って、こんな感じで。で、この、一番最終的には、この中側に糸端を持っていきたいので、こうやって。中側で、最後終わりますね。で、この、かかってるところが、唯一、編み地が分厚いので、この中で、表にも出てない中で、こう、糸をかけながら、こう、糸始末していきますね。こんな感じ。一番最後はこの中で、この割って、終わりにしようと思います。で、糸をギリギリでカットして、で、こういう糸が残っているところは全部同じ色のところに糸始末して完成させていきます。はい。こんな感じに糸始末を全部して仕上げてきました。で、何段編んだかお伝えしてなかったと思うので、お伝えしようと思うんですけど、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 段編んできています。で、往復編みで交互に色を変えて編んできています。で、サイズを測っていきます。まあ、大体にはなるんですけど、いつも。この幅から測っていきますね。大体何点か測っていきます。23.5。23。まあ、伸ばしたり、縮めたりって感じなので、大体ですね。23。23.5 センチぐらいになってます。ここも一周測っていきます。まあ、いつものようにマーカーをつけて、ここからぐるっとマーカーのところまで測っていきます。だいたい142センチぐらいになってますね。で、今回はペタンコなので、まあ、この状態でも何点か測ろうと思います。ちょっとね、変わるかもしれないんですけど、ここから、71センチぐらいになってます。真ん中辺でも測っとこうと思います。72センチ。で、この端も測ると、71センチぐらいですね。この2つに折った状態で。で、糸はそれぞれ2玉ずつ使いました。そういうところも何か参考にしてみてください。あ、これもね、まあ、いつも言ってる感じなんですけど、これ逆をしても、だいぶ雰囲気も変わると思うんですよ。今回はベージュで最初と最後挟んだんですけど、同じ色でも赤から始まって赤から終わったら、また雰囲気もだいぶ変わると思うんですね。で、こうやってね、結構たっぷり大きめに編んだので、まあこうやってね、膝掛けとしても、ここパチパチってなんか止めて膝掛けとしても使えるし、まあ肩からこうふわっと掛けても使えるし、で、こういうところ締めたかったら、こう締めたいところでブローチみたいな感じで止めても可愛いと思いますね。で、こうやって片方をこうやってねじって、ふわっとして、スヌードとして、つけても可愛いし、結構ボリュームもね、花できたので良かったかなと思います。色の組み合わせも色々できると思うので、好みによって大きさも変えやすいと思うので、いろんな大きさで編んでみてください。
今回も最後まで見てくださりありがとうございます。